ビクラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。さあ先週に引き続き特別企画第2弾ということで、はい、はい、3月23日のご出発日限定でこの1本だけなんですが、はい、フィンランド航空で、まあ、まず朝一番の飛行機で、うん、沖縄から関西空港、そして関西空港からフィンランド航空の臨時便で3時25分にはヘルシンキ、フィンランドの首都には着いちゃいます、はい、そこで乗り換えていただきまして1時間でロバニエミという、うん、人にサンタクロースの村発祥の地、さあこのロバニエミに3泊していただきます、うんうん、さあ2日目でございますがサンタクロース村の方に皆様方をご案内していきます。あ、いいですね。その日の夜9時半を予定しておりますが、ここポイントです。ポイントです。フィンランド航空の130人乗りのジェット機をチャーターしてます、はい、ジャンボツアーズのお客様だけで、さあ極北の地に2時間ぐらい、うんうん、オーロラゲットでフィンランド航空をチャーターしました。わー嬉しい。ジャンボツアーズ専用チャーター機で、うん、天空のフライトでオーロラをゲットしまくってください。これはいいですね。さあ、うん、ロバニエミで3泊していただきましてオーロラチャンスが3回あります。そして2コースご用意しておりまして残りの3泊をヘルシンキの方に戻ってきて、うん、ヘルシンキ3泊される方もいいです。そしてヘルシンキでの3泊のうちの真ん中のところをポイントを変えまして、うん、高速フェリーであの大好きなバルト三国の中でもとっても美しいと言われてます、中世の街そのままのタリンに行かれたい方、うんうんうん、1泊でタリンのコースもご用意しました。いいですね。また、うん、ザ・ロイヤルスパオブヨーロッパに選ばれた本格的なスパホテル、ピカピカの5つ星寿司の船の形をしたランタリースパホテルに1泊しに行って、はい、もうスパ三昧というのもいいよね、うん、オーロラゲットした後いいですね。このコースが1つ、うん、もう1コースはオーロラをゲットした後パリの方に飛行機で飛んでいただきまして、うんうん、パリの方の3泊はパリで、ルーブル美術館とか、うん、ベルサイユ宮殿、世界遺産のセーヌ川のクルーズをしながら岸の両方に並ぶ歴史的な建築物を見たり、はい、ツアーに組み込みました。6日目は終日パリでフリータイムを取ってますので、はい、美食の街、うん、フランスのパリで食べ歩くのもいいですし、いいですね、いろんな博物館、美術館巡りもいいですし、うん、いいですね、このチャンスにオーロラをあのなんといいかな素晴らしい中で飛行機の中でうっとり、うわ、これこそ自分にご褒美かな。いいですね。見たことない。ご案内しますよ。見てみたいな。フィンランド寒くないです。行きましょう。行きましょう。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週。サンタクロースのロバニエミからフィンランド航空でオーロラを貸し切りっていうか天空の空を80名のお客様でそのまま独り占め。